皆さんこんにちは。今回は2024年6月現在の環境のリセマラランキングの動画をやっていこうかと思います。今現在リセマラするならこのスタートダッシュステップアップオーダーを使う人がほとんどだと思うんですけど、これはちょっとリニューアルされてゴミになりました。このオーダーって確か ほぼっていうか全部かな、片手直剣のスキルしか入ってないんですけど、今の環境だと片手直剣のスキルって85層以上だとその強いボスほど使う機会がほぼなくなってきてるんですね。でカオス討滅戦でもやっぱりその残属性が弱点の敵じゃないと、まあ、使うことがほぼないと。しかもその最近やっぱね、昔直剣もっとインフレしたからか残属性弱点のボスもう鬼畜なんですよ。片手直剣使わないとあかんやつが。だからその戦えるスキル持っててもやらないっていう、なんか倒せなくてやらないっていう人がほとんどなんで、ちょっと片手直剣当てたところでずっと使えるかっていうとちょっと微妙みたいな。まあ強いて言えばなんだっけ、すごい有名なやつ、お茶会最初アリスってあるじゃないですか。これかな。まあ、これが、まあ、全体攻撃ですごくモブ狩りしやすいモーションなんで、まあ、これはなんかすごいランキングで上の方みたいな、まあ、リセマラあたりとか言われてたけど、まあ、モブ狩りなんですよね結局使うとしても。だからそのスタートダッシュオーダーでリセマラするっていうのはなんか微妙なんですけど、まあ、それでもちょっと賛否両論あると思うんですけど、ちょっと適当に作ったゴミランキングがあるんで、まあ、もしスタートダッシュオーダー、スタートダッシュステップアップオーダーでリセマラする人いるなら、もうこれ参考にしてもらえたらと思います。まあ、これもうほんと適当に作ったんで、もうあくまで目安として見てもらえればと思います。まあ、ただ注意したいのがこの一番上のこの眼帯アリスってやつですね。この決意の騎士アリスってやつ、これが直剣モッドの中身なんですよ。だからこれすぐ使えて強いってわけじゃなくて、その直剣モッドあるなら強いよってやつで、その直剣モッド 2枚持ちを可能にするやつなんで、まあ、これが、まあ、すぐ使えるわけじゃないっていう点に注意ですね。まあ、今の環境も直剣モッド2枚持ちすると、まあ、モブ狩りとかすごくいいんですけど、まあ、今の環境モッドよりまあフルバーストで火力出すことになると思うんで、ただこの眼帯アリスやっぱ欲しいっていう人いるんで、狙うならまあ、このオーダーになるのかなと思います。でまあこのオーダーでリセマラするの微妙って言ったんですけど、まあ、ガチのリセマラの方ですね、ガチのリセマラの方がいいんですけど、そっちはアホほど時間かかりますね。まあ、やるならまあこの動画撮ってる時点だとこっちのこういう無料オーダーとかになるんですけど、まあ、こういうやつにその覚醒パワーライズ3っていうやつが入ってるならまあやる感じなんですよ。でそういう、まあ、リセマラやるとね本当に大変なんで、まあ、あまりおすすめしないんですけど、まあ、そういう人のために覚醒パワラさんランキングっていうのを作ってきたんで、選定基準が、まあ、キャラ条件を満たしやすいかとか、まあ、スキル力 200% 上昇の効果があるかとか、まあ、いろいろあるんですけど、これランキング作ったんで、まあ、これが無料オーダーに入ってれば、まあ、それがリセマラ当たりっていう感じですね。これのうちのほんと 2,3 枚とかしか入ってなかった気がするんで、今の無料オーダーって、まあ、今後増えてくるのかどうかちょっとわかんないんですけど、でもこのやり方でその無料オーダーでリセマラすると大変って話したと思うんですけど、そのリセットしてからすぐ引けるのがこの無料オーダーしかないんですよ。なのに確率がアホほど低いんですよ。 0.006% なんですよね1枚、まあ、もうちょっと下行くと少し高いのも 0.007 とかあるのかあると思うんですけど、やっぱりあまりにも低すぎて、もうやって本当に早い人だと1週間、遅いと1ヶ月くらいかかるかもしれないですね。もう何端末も同時にやってもきついと思います。まあ、そういうリセマラやるよりかはアルカナジェム課金石を貯めて、まあ、さっき言ったこういう覚醒パワーライズ3ってやつですね。ここにパワーライズ3って書いてあって、この覚醒のマークって覚醒レベルうんたらかんたらって書いてあるやつですね。これ覚醒スキルって言うんですけど、これ覚醒の
パワーライズ3を当てたり、あと覚醒パワーライズ3の次におすすめなのがこれですね。覚醒のパワーライズ4ってやつですね。こういうやつだったり、その次におすすめなのがこの歴戦の剣技4って書いてあるやつですね。この歴戦の剣技4とできればこの精神統一3って書いてあるやつ、どっちもついてるやつですね。これがおすすめ。覚醒パワラ3、覚醒パワラ4、歴戦の順におすすめですね。あの課金し溜まったら引いていくやつなんですけど、で覚醒のパワーライズっていう話をしたと思うんですけど、注意点なんですけど、これパワーライズ4なんですけど覚醒じゃなくて、これアクセルスキルなんですよ。これはパワーライズ4ではあるけどアクセルなんで、できれば覚醒の方が強いんですよね、火力的には。だからそっちおすすめっていうのが、まあ、ちょっと注意点かなと。あとその次に使う属性のフルバーストスキルがおすすめですね。まあ、これね、あの残属性だけなんですごく強いんですけど、まあ、ちょっと前にね勇気バースデーで出たやつなんですけど、こういうやつとか、あとこういうやつとか、まあ、フルバーストですね、使う属性のフルバースト、まあ、弓は特にあの真剣勝負勇気とかですぐに倒せたりとかで強いんで、でその次になんかモッドスキルとかモッド素材とか、まあ、そういうのを集めていく感じですね。まあ、こういうモッドスキルですね、これ片手直剣のモッドスキルとか、まあ、弓のモッドスキルとか、まあ、こういうやつね。あとはモッド素材って言って、こういうなんか三角マークのなんか2個とか3個とかついてて強いやつですね、まあ、こういうやつ狙ってったりって感じですね。だから覚醒パワラ3、パワラ4、歴戦、フルバースト、モッドとか、そういう順で、まあ、狙ってった方がいいんですけど、あくまで優先順位で、まあ、先に狙うべきスキルがオーダーでピックアップされたら、まあ、先にそっち狙う方がいいです。例えばこの動画撮ってる時点だとアルゴバースデー来てると思うんですけど、アルゴバースデー、あの歴戦入ってるんですよね。歴戦と精神統一さんが入ってて、この動画撮ってるのが6月14日だからもう終わっちゃうのかな。この動画上げる頃にまだやってるかちょっとわかんないんですけど、多分終わってるかもしんないですけど、まあそういうのね来てたら先に狙ったりって感じですね。あとこういう突印とかあるんですけど、まあ刻印とか突印はまあすごい、始めたての人におすすめ本当はしたいけど、ちょっと、まだ先の話だからちょっとその話はしないでおこうかな。まあ、とにかくそうリセマラももはやしてもしなくてもいいから、この覚醒パワラ3、覚醒パワラ4、歴戦、使うフルバースト、モッドとか、まあ、もう一つね、あの使いたいくらい強いアビリティ来たらそっち優先で取るとかもあるんですけど、まあ、大体そんな感じ。まあ、これもね賛否両論あるかもしれない、もしかしたらこの優先順位で。もしこのスタートダッシュオーダーでリセマラやるんだったら、あの直剣モッド1枚でも当たったらもう引くのやめて、ジェムをさっさと貯めて、さっきの覚醒パワラ3、覚醒パワラ4、歴戦っていう順に狙って引いていった方が俺はいいと思います。正直あのこれ初心者用に片手直剣いっぱい入ってるんですけど、あの片手直剣のスキルよりやっぱアビリティを当てた方があの使える場面が広いと思うんですよ。これアビリティってこの防具の方につけるスキルなんですけど、どの武器でも使えるんで、片手直剣だとこの片手直剣でしか使えないんで、アビリティの方が、まあ、あまり汎用性って言葉使いたくないんですけど、汎用性が高いですね。で今本当に出てるスキルが多すぎるんで、あのできるだけ多くの場面で使えるスキルを当ててった方がいいと思うんで、まずは、まあ、こういう、覚醒パワラ3、覚醒パワラ4、歴戦、あともう一枚なんか、まあ、強いスキル、覚醒スキルとか、まあ、あとはフルバーストアビリティってやつですね。まあ、そういうやつも強いやつ出たらね、あの、狙ってってもいいんじゃないかなと思います。で、まあ、あの、これ覚醒パワラ3、覚醒パワラ4、歴戦と、あと1枠は、まあ、最悪っていうか、まあ、最初本当に強いんで、これ、あの、第5層ストーリークリアするともらえる配布優位っていうのがあるんで、もうこれ入れてしまえば、まあ、あんまりテンプレとか良くないんですけど、あの思考停止であの、まあ、弱い編成の人いっぱいいるんで、それくらいだったら、まあ、テンプレでまあこれ入れてもいいのかなっていう感じがしますね。本当にテンプレとか思考停止になってマジでクソ弱くなるんで、あまりおすすめはしたくないんですけど、まあ、テンプレやるんだったらそういう
あの編成になるのかなっていう感じですね。リセマラランキングは大体そんな感じです。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録していただけると次の動画作りのやる気が出ます。ではまた。